持て余した手を自分ごとポケットに隠した。バスが来るまでの間のおまけみたいな時間、街が立てる生活の音に一人にされた。ガムと二人になろう。君の苦手だった味ダメだよと言いようと往復する信号機、止まったり動いたり同じようにしていても、他人と元気でいるかな。この瞬間にどんな顔をしていただろう。一体どんな言葉をいくつ見つけたんだろう。ああ君がここにいたら、君がここにいたら話がしたい。ボイちゃんは太陽圏外に飛び出した今も、予想中な気候だけずっと旅を続けてる。それの何がどうだというのかわからないけど、急に自分の呼吸の音に耳澄まして確かめた。体と心も同時にここまで連れてこられたんだろう。こっちも期待出てるけど元気さ、お薬もらったし飲まないし、どうやったって戻れないのは一緒だよ。じゃあこういうこと持ってるのも一緒がいい。腹を慣れた今の風が、そこの抜けた空があの人に似てるのに。 Oh yeah。 長い世もなく忘れながら生きてるよ。ねえ一体どんな言葉に僕ら出会ってたんだろう。花で愛想笑い綺麗事、夏の終わる匂いまだ覚え。これからがどうとか心からどうでもいいんだ。そんなことはいやどうでもってそりゃ言い過ぎかも。いや言い過ぎだけどそう言ってやりたいんだ。大丈夫わかってる。ガムを紙にペッてしてバスが止まりドアが開く。